マイルチャンピオンシップは、日本中央競馬会が、京都競馬場で執行する、中央競馬の重賞競争である。聖章は、日本橋協会連合会会長賞。第28回優勝馬エーシ進アポローン第30回、優勝馬当選ラー第32回優勝馬、モーリス1984年に新設された、GI 競争で、春に行われる、安田記念とともに、 マイルのチャンピオン決定戦として位置づけられている。日本の競馬における競争体系は長い間長距離の競争が重視されていたが近年はスピード能力が重視されるようになってきたことを受け、1984年にグレード制が導入された際に競争体系を見直し、短距離競争の充実を図る目的で創設された。出走馬は短距離の実績馬のほか。 クラシック路線を歩んできた三歳馬や天皇賞の出走馬がここへ出走する例も見られ多彩なメンバーがソーロウレースとされている。1995年から指定交流競争として行われ指定された競争で所定の成績を上げた地方競馬所属馬にも出走資格が与えられるようになった。1998年からは国際競争となって外国馬も 出走可能になり、2004年から国際 GI に格付けされた。2008年からはジャパン・オータム・インターナショナルの構成レースとしても施行されている。世界の競馬開催国は国際競り名簿基準委員会によってパート I からパート4までランク分けされており、2020年時点で日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争は パート4にランク付けされている。また、各国の主要な競争は国際的な統一判断基準で評価されており、競馬の競争における距離物の区分法として定着しているスマイル区分によると、マイルチャンピオンシップはマイルに分類される。国際競馬統括機関連盟が公表した2019年の年間レースレーティングの平均値に基づく、 世界のトップ 100GI レースによると、マイルチャンピオンシップは、全体の59位体にランキングされた。マイルのカテゴリーから、ランクインした外国の競争との比較では、クイーン・アン・ステークス及びクイーン・エリザベスニセ世ステークスと、並び、2 0 0ニー・ステークス、セント・ジェームズ・パレスステークスに次ぐ評価となっている。以下の内容は、2020年現在のもの。出走資格。 サラ系3歳以上負担重量、定量出馬投票を行った馬の、うち優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は、通算習得賞金、過去1年間の習得賞金、過去2年間の GI 競争の習得賞金の、総計が多い順に出走できる。優先出走権外国馬、及び、レーティング順位の上位5等は優先出走が、認められる。 JRA 所属馬は、同年に行われた課表の競争のいずれかで1着となった馬に優先出走権が与えられる。地方競馬所属馬の出走権地方競馬所属馬は、同年に行われた課表の競争のいずれかで2着までに入着すると優先出走権が与えられる。上記のほか、以下の条件のいずれかに該当する馬にも出走資格が与えられる。 2020年の一着賞金は1億3000万円で、以下2着5200万円、3着3300万円、4着2000万円、5着1300万円。報奨金制度ジャパンオータムインターナショナルに含まれるようになった2008年より、指定された外国の競争における優勝馬が同年に行われる本競争で所定の 成績を収めた場合、優勝賞金に加え報奨金を交付している。2020年現在の指定競争と金額は以下の通り。本競争の創設にあたっては、当初、マイラーズカップを周期に移設の上、格上げとする予定が JRA からバッシュサイドへ示されていたが、直前になって新設する方針に変わった。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。 優勝馬のバレエは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。